よ。もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？奇遇、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。
お近づきに。推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。
古竜はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。見てください、私たちの船が。いけない、このままでは。ここにいると危険です。こちらに。
陸。誰かが作ったキャンプですね。テントに地図の一部がありました。私たちがいるのはこの辺りですね。ここが調査拠点、私たちの船が到着する予定だった場所です。今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。地図を頼りに進んでみましょう。あれが調査拠点です。一緒に行きましょう。地図によると、拠点に行く道は…新大陸のアプトノスも向こうと変わらずおとなしいんですね。回り込んで進むしかないのかな。なんだろう、シルベムシが群がっています。変わった植物がありますね。こっちにも。来てください。こっちから拠点に行けそうです。さっきシルベムシに私の匂いを覚えさせておいたんです。もし私を見失ってもシルベムシを追いかければ大丈夫。